浪人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは支援に来るか逃げるか自由に選択できますので。それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々不安が。おお、オイラたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では彼らを一網打尽にした後またここで合流しましょう。知らなくも翼よ、これでどうだ。大勢でかかってきても構わぬ。風の赴くままに瑠璃のように落ちなさい。天道万象、難攻不落。浄土を開口させた。風を知れ。やっ、風の歌、雲の行くごと。勝つの。これでいいはずだ。怪我はないよな。そうだな、光徳と義久たちがどうなったか気になる。見に行ってみるか。隊長、報告。他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。よかったな。浪人も片付いたし、みんなからも認められた。でもこれからどうするんだ。戻ってここみに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが、危険だからと手を出さないよう光徳に止められていまして。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。ビビってただけのくせに。